皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリ五輪第14日男子バスケットボール準決勝、米国95から91セルビア、2024年8月9日ベルシーアリーナ。写真、大逆転勝利に喜ぶレブロン・ジェームズ。男子バスケットボール準決勝で、米国、世界ランク1位はセルビア、同4位と対戦。 第3球まで最大17点リードを許しながらも、第4球残り3分で試合をひっくり返して95から91と大逆転勝利。五輪5連覇を目指す決勝では開催国フランスと対戦する。絶対王者、米国は5大会連続金メダルへレブロン・ジェームズ、レイカーズ、ケビン・デュラント、サンズ、ステフィン・カリー、ウォリアーズなど現代版ドリームチームを結成。 代表12選手の平均年俸は約68億円。準決勝では準々決勝と同じくレブロン、カリー、ジョエル・エン・ビード、セブンティー・シクサーズ、ドリュー・ホリデイ、セルティック、デビン・ブッカー、サンズの5人が先発出場。第1球からここまで不調だったカリーが大爆発。7本主投で5本のスリーピースシュートを成功させて、このクォーターだけで17得点。 しかしチームは23から31とリードを許す展開となった。第2球も苦しい展開は続いて43から54とリードを許して前半が終了した。第3球に入ると第 USA コール中でカリーが2本のスリーピースシュートを決めるなど猛追して一時は6点差まで迫ったが、このクォーターの残り32秒には4点プレーを献上するなど再びリードを広げられて13点差で終えた。 勝負の最終クォーター、いきなり10対3のランで5点差まで詰め寄ると、残り3分41秒にレブロンがレイアップシュートを決めて84から84とセルビアを捉えた。その後はシーソーゲームの中で残り2分24秒にカリーのこの日9本目のスリーピースシュートで逆転。その後もレブロン、カリーのレイアップシュートで突き放して大逆転勝利を飾った。 試合後にレブロンがデュラントと喜びを分かち合うと、カリーとは吠え合って健闘をたたえ合った。カリーはこの試合で9本のスリーピースシュートを含むチームトップの36得点。レブロンは16得点12リバウンド10アシストのトリプルダブルを記録。第4球に躍動したエンビードも19得点をマークした。下向き黒三角レブロン・ジェームズ・ボクラにとって大きな勝利だ。 挑戦されることは分かっていたし、これまでで最もタフな試合になることも分かっていた。この試合はキャリアの中でも上位に入るよ。このような機会や瞬間がどれだけあるか分からない。下向き黒三角ケビン・デュランと相手にプレッシャーをかけ、シュートミスをいざない、ブレイクにつなげることができた。決勝のフランス戦へ、僕がフィバでプレーするようになってから、最も注目される試合になると思う。 そのチャレンジに興奮しているし、みんなそう思っている。下向き黒三角ステフィン・カリー試合に求められたことは何でもやった。今大会は出場機会が少なかったし、シュートもうまく打てなかったけど、その瞬間に自信を持って臨むことができて、あのように逆転できたのは特別なこと。決勝のフランス戦へ、彼らがホームのエネルギーを糧にしてくることは分かっている。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう